カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。松笠魚ってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして。本日の食材がこちら。松笠魚。っていうことでね、僕のチャンネルで何かと最近話題の松笠魚ですけども、そういや最近食べてないなということで、買ってきました。昔動画にしてますよね。確かなんかハンマーかなんかのサムネイルで撮った記憶がある。この松笠魚って魚はね、うまいんですよ。ちょっと開けてみますか。可愛らしいよな。これ多分観賞魚としてもすごく人気があるだろうな。で、この魚は防御力全振りの魚なんです。これめちゃくちゃ硬い鱗に覆われてます。で、硬い鱗だけじゃなくて、こうトゲもあるんですよ。こう鱗にトゲ見えますかね。こっち側に傾いてるトゲがいっぱいついてます。で、それにトゲがね、お腹にも背中にもたくさんついてるんですよ。もうまさに防御力特化型。でも魚の中でも俺こいつほど防御力に特化してる魚は見たことありませんね。なんで防御力がすごすぎるがあまりに、こいつ泳ぐスピードがめちゃくちゃ遅いんですよ。進化の過程でスピードは捨てたんでしょうね。もう水槽にいる時ももうこんなに簡単にスッと手で捕まえれちゃいますからね。まるで松ぼっくりみたいな、そんな模様してますよね。なんで松笠魚って言うんですよね。というわけで今日はこちらの松笠魚を使って、松笠魚の丸焼きと松笠魚の握り作っていきたいと思います。で、あの従業員の子にもね、ちょっと松笠魚を食べさせたいんですよ。食べたことないって言うんでね。よし、やっていきます。今回の個体はちょっと痩せとるかな。水槽でずっと生きてたやつなんでね。本当はね、もっと太ってるやつはコロンコロンに太ってるんですけど、まずは締めていきます。いただきます。はい、締まりましたね。でね、漁師さんも松笠魚が網に入るとちょっと厄介なんですって。こうトゲが網に絡まっちゃってすごく取りにくいって。で、こいつ味はいいんですけど、本当にさばきにくいんですよ。包丁でさばくんだったらこの魚が一番難しいと思う。本当にね、さばきにくい。ほんで、この魚は内臓がね、意外と綺麗なんです。そんなに餌食いしてないんで、このまま丸焼きにして皮焦げ焦げにして手で剥いて食べるのが一番手っ取り早くて美味しくて安全で食べられる方法なんですって。じゃあ大きいとこ2匹お刺身にして、あとは丸焼きにしましょうか。今日はね、尺が結構短いですね。最近ね、20分30分の動画が多かったんでね、原点に帰って10分ぐらいの動画でいきたいと思います。どうですか皆さん、何分ぐらいの動画が見やすいですかね。結構僕ね、こう10分ぐらいの動画撮ろうと思って動画撮り始めても、いざ編集しても20分30分いっちゃうってこと結構あるんですよね。だいぶカットしてるんですけどね。では頭落としていきます。頭ここら辺からって落としていきます。本当に硬いんでね、なかなか入んないです。よいしょ。これね、魚を切ってる感覚じゃないんですよね。プラスチックを切ってるような、そんな感じ。もう本当に歯が入んない。もうまともにここ切ろうと思ったら包丁が負けちゃうんですよね。なんで包丁を使うところはもうここだけですね。頭を落とすところだけ。あんまり一軍の包丁でさばきたくないってお魚ですね。硬すぎるんで本当刃こぼれしちゃいます。はい、そしたらここからハサミですね。ハサミで切っていくと、うわー、もうほらハサミすら入んないですからね。ほら、これ結構切れるハサミなんですけど、ハサミすらもう負けちゃうっていう。え、これどうやってさばくのって。一回カマ落としちゃいますか。あ、来た来た来た。カマを斜めに落とします。あ、でもやっぱうまそうな身しとるな。はい、こんな感じ。肝がこう入ってて脂もありますね。肝もうまそうですけど、肝はやめときます。知らない魚の肝はやめた方がいいです。カマのここですね、ここの付け根は弱いんで、ここから入れます。こういう感じで、カマのここです。ここの隙間。ここ弱点ですね。よし、OK。よし、そしたらこの状態からですよね。まず、取っかかりを作る必要があるんで、この尻尾の方と背中の方に切れ込みを入れます。うわ、硬え。ほら、ほう、ハサミがぐにゃっと。ちょこっと切りました。そしたら、この背中の方からハサミ入れて、こう入れていきますか。よし、はい。で、そしたら切れたので、そこから包丁入れていくと、めっちゃやっぱ油すごいわこれ。キラッキラだもん。ほら、いい魚。
ほんでこう入れたら、ここまで来たら先ほど入れた取っかかりと合わせて、よし、サメ押し、おお、こんな感じ。そしたらこっち側も一緒ですね。先ほどここは切ったので、次はこっち側ですね。こっち側の皮の間からこうハサミを入れて、ハサミで切っていくと。よし、ハサミで切れたら、こちら側も同じように3枚におろしていきます。よし、OK。 で、3枚におろした身がこんな感じですね。本当に一切れですね。で、こっちはちょっと大きいです。もう一回いきますよ。まずはここに1本ハサミを入れて、ちょっと硬いですけど頑張ってここを切ります。で、ここに取っかかり作りました。そしたらここからハサミを入れていくと。ハサミも普通に切るんじゃなくて、こう入れたら上に上げて挟んで切るんじゃなくて、持ち上げて切るって感じ。こんな感じで。そしたらここから包丁を入れていくと。で、包丁入ったら、まあ、あとはこっちのもんですね。こんな感じ。あ、これが一番いいわ。こっち側もここからブスッとハサミ入れて、持ち上げてハサミで切っていくと。あ、でもこれもね、ハサミ悪くなるな。ここまで防御力高める必要あったか。この魚って捕食されるのかな。どうなんだろう。この魚は多分捕食しはないな。そしたら腹骨をすいていきます。ちょこっとだけ腹骨ついてますんでね、ちょこっと取って、ここですね、ここにちょこっとついてますんで、これをすくい取る。ここですね、ここについてますんで、スッと。はい、OK。 この3枚におろした身なんですけど、これ奥音を聞いてくださいすごくないですか、この音。パリ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 って。そしたらこの状態になったら、あとはこっちのもんです。皮を剥いでいきます。皮も尻尾の方から剥いでいきます。はい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 。うわ、ちょっとしかねえなこれ。握りいけるかな。はい、1枚。これは1枚じゃお寿司いけんな。2枚漬けぐらいで握ろうか。よっ。うわ、でもこれむず。皮引くのも境目が分かんない。あんまり深く行きすぎると包丁が動かないんですよね。で、尻尾から行くより、このお腹の方から行った方がいいかもしれません。その方が引きやすい。ほら、こういう風に。よっと、ビロ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 っと。はい、オッケー。おー、なんか可愛くなったな。そしたら一匹は昆布締めでいきましょうか。昆布にお酒をぬりぬりして、で、その上に松笠魚。ちょっと水っぽそうですよね。で、なんか皮目がね、ゼラチン質なんですよ。ブリブリしてます。こんな感じだったっけな。で、昆布締め。で、1時間ぐらいつけておきます。そしたら寝かしてる間に、まあ、せっかく酢飯作るんで、車エビもいただいたんで、車エビも握っていきます。最近ね、車エビたくさん取れてるんですよ、天然物が。また今度車エビ1本で動画にしたいな。めっちゃ好きなんですよね、車エビ。愛知県の県魚ですから、車エビはね。まずは串を打って、こうやってピンとまっすぐにします。なんでこうやって串を打つかというと、こうピンとまっすぐしとかんと丸まっちゃって、握りにするときにあの形になんないんですよね。たまに船釣りで釣りしてると車エビがね泳いでるんですよ。あと渡りガニとか。ほんでね、水産課に連絡したら、ライト使わずにすくうんだったら別にすくってもいいらしいんですよね。なんで昼間はそんなたくさんはいないんですけど、たまにいるんですよね、なんか知らんけど。あ、やべ、背わた抜いてねえわ。串打つ前にこう背わた抜かなきゃダメです。ピローっとね、背わた抜いてからこうやって刺してください。こんな感じ。はい、そしたらお湯が沸けてますので、ここにお塩。そしたらここに車エビを入れて、3分から5分ほど茹でていきます。はい、こうやって浮かんできたら茹で上がった合図ですね。氷水を用意して、氷水に入れて瞬間的に冷やすと。はい、粗熱が取れたら串を抜いていきます。ほら、串抜いてもピンと立った状態。そしたら頭を取っていきます。で、握りにするときは、このまず
頭の上柄を外します。で、上柄外れたら次は足ですね。ここの足を取ります。で、この頭の身を残す感じですね。なんで足、上の殻、この目玉のところ、この3つだけ取る感じ。そしたら殻を剥いていきます。はい、取れました。そしたら腹開きですね。お腹から開くと、はい、こうやって開いてあげて、で、残ってる綿とかがあったらこの段階で取っていきます。で、背綿生の状態で取るんじゃなくて、この段階で取ればいいじゃんって思うじゃないですか。この段階で背綿取ると熱されちゃって、なんだろうな、背綿の中が出ちゃうんですよね、どうしても。だからある程度生の状態で背綿を取った方が処理が綺麗だと思います。で、この状態ですね。あとはここにわさび入れて握るだけですね。こうやってもう一回いきますね。まずは串を抜いて、上柄外して、で、足外すと、で、殻を剥いて、で、お腹の方から包丁を入れていきます。で、完璧に落とさないで少しだけついたまま、こんな状態ですね。はい、では1時間寝かし終わりましたと。さあ、どうだ。あ、いい感じに、あー、いいですね。なんかすごいな、水っぽ匂いは、うん、あー、匂いはいいです。じゃあ握っていきますか。で、握りはこの昆布締めの方だけにしますね。こっちはお刺身で食べます。お皿を用意、手酢をつけて、ネタ持ってわさびつけて、もうシャリは小さめですかね。はい、はい、 OK。 マツカサウオの昆布締めの握り完成。これはシャリコマもシャリコマですね。よっよっ、はい、 OK。 そしたらエビちゃん、エビはね、握りやすいっすよね。寿司の中でエビが一番握りやすいと思う。だって この隙間にわさび入れて、で、ここにシャリ挟んで、これ挟むだけですから、こうやって、これで OK ですからね。よし、まあ、こんなもんかな。スタッフ用にわさび抜きも作っとくか。で、刺身を2枚ペンペンといて、はい、これでマツカサゴと車エビの握りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが握りとマツカサウオの丸ですね。貝とか甲殻類は浜焼きやるときにこういう風に盛り付けて、はい、卓上コンロとか炭で焼いていきましょうねっていう場合多いですけど、お魚がこういう風に丸の状態であと焼くだけですよって提供されるのなかなかないですよね。マツカサウオはこれができるんですよ。そしたら火をつけて、で、その上にマツカサ焼いていきます。で、この中を蒸し焼きにするって感じですね。じゃあ焼いている間に握りからいきますか。まずはこちらマツカサウオの握りいきます。マツカサウオはすだちでいきましょう。すだちちょんがけの、いただきます。うん、うまい。コリッコリで噛めば噛むほど甘みが出てくる。これ昆布締めが大正解ですね。めちゃくちゃうまい。ちょっと従業員の子にも食べさせますね。ちなみに1年目の方の子です。これがマツカサウオだよ。ちょっとどうぞ。この見た目から想像できんぐらい上品なんです。この通りなんですよ。めちゃくちゃ繊細で美味しいんですよ。で、脂の乗りもあって、で、池なんで歯ごたえもすごくあって、噛めば噛むほどうまい、そんな白身です。で、刺身の方食べてみて。俺と一緒に食べよう、刺身。ちょっと手で申し訳ないけど、いただきます。うまない、この刺身。うまいでしょ。これね、本当に美味しいんだ、この刺身。これ最初食べた時こう感動したんですよ。ヒラメの縁側に近いです。で、焼きもいい感じですね。すごく香ばしくて美味しそうな匂いしてきております。まあもうちょっとだな、待ってる間にエビ食べましょう。エビ食べよう。こっちわさび抜いてある。いただきます。うん、どう？どう？結構入社して1年だけどさ、魚めっちゃ食ってきとるじゃん。何が一番美味しかった？
マスヨメさんのさん。ちょっと待って待って。マスノスケさん。マスノスケね。天然のキングサーモンだ。美味しいもんな。ちょっとこれ焼けたらまた呼ぶ。あ、いい感じかも。じゃあ食べてみましょうか。これを、油がジュー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 落ちてます。これがマツカサウオの丸焼き。殻を剥いていきましょうか。うわ、こんな感じです。中ホックホク。うわー、パリッパリだな。これはでも簡単に剥けそうですよ。あ、はい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 。うわ、これ肝がうまそうだな。お、めっちゃ綺麗に取れる。うわ、すげえ。これ食べやすいぞ。うわー、めっちゃうまそう。ちょっとすだちかけよう。いただきます。うまいわ。めっちゃゼラチン質。プルンプルン。内臓がめっちゃうまそうなんですよね。で、この内臓脂肪もあるんで、こっちを食べちゃいます。うまっ！肝うまっ！すげえうめえじゃん。カワハギの肝みたい。ちょっとこれ食べてごらん。剥いてあげるから。フグっぽいよね。フグっぽいですね。何点？じゃあ5点満点中。5点満点中 4.6 です。おめ、高っ。僕にはすごい刺さりました。よかったね。ということで、本日はこちらの松笠魚の丸焼きとお寿司ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギムのやつ。もうないけどね、もう飲みたいだけ。松笠魚とビール、色もね、なんか似てますよね。すごく相性よし。こちら9対1ですね。いただきます。うめえ。殻はいけるんかな。あ、無理無理だし、ちょっと生臭いな。本当に中身だけだな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は松笠魚を使って松笠魚のお寿司と松笠魚の丸焼き作ってみましたけども、完璧に、確信が持てました。あの魚はうまいです。全身油まみれの魚ですね。今日のやつね、どう見ても痩せとったんですよ。痩せとったけど、でも油ありましたもんね。どういうことなんですかね、あれは。で、肝がめっちゃうまかったっすね。丸焼きにした際はあの肝もぜひ食べてほしい。なかなかね、見かける機会ないと思うんですけど、たまーにね、ディープな市場に行くと売ってますよ、何匹かで。観賞魚とかでもたまに売ってると思うんですけど、まあさすがに観賞魚を買って食べるっていうのは抵抗があるのでね、市場で見かけた際は食べてみてください。またちょっと食べたいなと思いました。そんなお魚でした。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。